3週間の中断期間を経た J リーグ J1、 まだ勝ち星のない結果が欲しい両チームの対戦です。大分トリニータがホームに浦和レッズを迎えました。今日午後になって雨がぱらつき始めました大分市内。この大分スタジアムの屋根も閉じられていますが、芝が濡れています。この試合解説は井原正巳さん、実況は杉澤亮、両チームのリポートは塚原大輔でお伝えします。去年の第2ステージの覇者浦和ですが、今日はたくさんのサポーターがこの大分スタジアムに集まりました。ここまでリーグ戦2戦で1分け1敗、ただその後行われたカップ戦では2連勝とチーム状態は上向きです。それではブッフバルト監督のお話をお聞きください。Ich sah das dann Emil und Tatsuya war verletzt. Sie waren am Anfang noch nicht so richtig fit, noch nicht auf 100%. Und das sind einige Spieler, die jetzt erst auch im Laufe der Spiele jetzt fitter geworden sind. Und, einzige ist eigentlich, dass Tulio uns jetzt fällt, aber mit dem müssen wir leben. Und, der Emil ist jetzt wieder wahrscheinlich zurück. Das sind alles Dinge, wo wir stärker werden. Das ist klar. Wir haben die Siegermentalität drin und die werden wir auch in den nächsten Spielen wieder zeigen. So, das also wenn wir mit elf Spielern ein Spiel zu Ende spielen, wird es sehr, sehr schwer für eine Mannschaft uns zu schlagen. この試合の重要性を強調していますブッフバルト監督ですが、怪我人が多いのが悩みでしょう。今日のスターティングメンバーからもトゥーリオが怪我のため出ることができません。さあそれでは浦和のスターティングメンバーをお伝えしましょう。そのトゥーリオの代わりにセンターに入るのは坪井です。ネネ、アルパイと3バックを組みます。2トップはエメルソンと田中、その下に山田、左にサントス、右に平川です。対します大分の戦績です。この2戦2敗です。ファンボカン新監督のもと攻撃サッカーを目指していますが、勝つことができていません。さあそれではファンボカン監督の話です。まず立ち上げは結構いろんな意味で、まあ固くいけるじゃない、いくじゃないかなと思います。でも試合流れで多分いろんな変化があると思うし、まあ浦和は浦和なりのサッカーをやると思うし、我々もそれなりに攻撃陣持ってますから、まあそれが勝負なところじゃないですか、はい。リーグ戦でなかなか浦和に勝てない大分ですが、ファンボカン監督は今日はディフェンシブな布陣で臨むことになります。それでは大分のスターティングメンバーです。センターバックに入っていたパトリックをボランチの位置に上げました。そして今日は2トップはドドとマグノアウです。そのトップ下に梅田が入るようなフォーメーションです。右サイドには FC 東京から期限付き移籍の阿部が入っています。井原さん、はい。まあ、大分はですね、浦和にリーグ戦では勝てていないんですよ、はい。でしかもですね、田中達也あるいはエメルソンにこの4試合で11ゴールを与えているという。そうですね、まあ、大分にとっては苦手な浦和ですけれども、今日はねこの2人の浦和の2トップをですね、はい、もう大分の三木、芝子や深谷の3人の3バックはどれだけ抑えられるかでしょうね、はい。エメルソン、田中達也、リーグ戦4試合で大分から11点を奪っているこの2トップです。対する大分の2トップはドドとマグナーベスです。今大分のキックオフで試合が始まりました。ボランチに入ったパトリックから左サイドの吉田へ、前で梅田が競ります。大分としては少し引き気味にスタートをさせたいという話だったんですが、まずは大分がボールを支配します。吉村に入りました。右サイドにマグナーベスが流れていきます。開いた阿部、阿部からマグナーベス、マグナーベスに対しては厳しいマーク。吉村行く、ネレが対応しました。今日はディフェンシブに行きたいと言っていた大分ですが、まずボールを持って浦和陣内で攻撃を作っています。梅田へ、ドド、元ブラジル代表、阿部、
ドリブル得意な選手、梅田へ、梅田が振り返って中に入ってくる、どうだ、どうだ、入ってくる、クリアに行きました。最後行ったのは酒井です。コーナーキックです。井原さん、はい、序盤から大分がボールを持って前へという攻撃ですね。そうですね、落ち着いてボールをつなぎながら、ドドーへの中心にいい形で攻撃を作りかけましたね、はい、そしてコーナーキック、ゴール前にはドド、そして長身191センチのパトリックが上がりました。阿部の姿が見えています。ややゴールから離れたところにパトリック、ボールを蹴るのは右足吉田です。キーパーから離れてくるようなボールが入ってきます。今ゴールキーパーの都築がキーパーのグローブをつけ直しています。立ち上がりのこのリスタートというのは、ね、非常に重要になってくると思いますしね。坪井の前にいるのは芝子屋、187センチの長身です。その横にパトリックの顔が見えます。さあ右足で吉田が入れてくる、ボールが入ってくる、キーパーの向こう、クリアです。再びコーナーキックです。まずはファーサイドを狙ってきました吉田です。ドド、アレックスの表情も見えました。大分としてはこの序盤のコーナーキック大きなチャンスにしたいところです。吉村が近づいていきます。吉村が近づいていきますがショートコーナーは使いません。今度はキーパーに向かってくるボール、ゴール前に芝子屋、遠いところにパトリック、ボールが入ってくる、パトリックのところだ、合いません。サントス落ち着いてボールを裏のスペースへ入れていこうというパスでしたが、エメルソンは下がってきていました。まず序盤大分が浦和の陣内での攻撃です。この試合主審は西村さん、副審は高橋さんと原田さん、第4の審判は相葉さんです。阿部からボールが入りまして深谷です。坪井、ドド、非常にボールタッチの柔らかな選手です。大分の方はですね、ファンボガン監督になってから、あっと梅田が行く、ゴール前に選手はいない、梅田がドドへ、ドドからドドに対して厳しい、まだあります大分。吉村、おっと足が変わりました、イエローカードが出ます。アルパイに対するイエローカード、おっとアルパイ思い切ってそこに置いてあった水を蹴りましたが、おっとアルパイに対して2枚目のイエローカード、2枚目のイエローカードが出てレッドカードが出ました。今アルパイがファールに行った後にですね、そうですね、そのピッチサイドに置いてあった水を蹴り上げたんですが、まだ前半の4分です。トゥーリオがいない中、このアルパイ、坪井、そしてネネの今日は3バックだったんですが、今の審判の主審の判定に少し膨らったと思うんですよね、はい、それで水のボトルを、ね、蹴飛ばしてしまいましたよね。それで2枚目ですか。ちょっとこの、ね、早い時間帯で浦和レッズ痛いですよね。そうですね、サントス、あるいは山田といったところも審判に対して意見を言っているところですが、ブーフバルト監督としてはこれどうでしょう。ストッパーの1人がいなくなったわけですけれども、今坪井がセンターの位置に帰っていきます。そうですね、4人が並びましたね。フォーバック気味にするしかないでしょうね。今この様子で見ますとサントスも下がって、はい、平川も下げてフォーバック気味のフォーメーションになっています。さあ前半4分で浦和は1人退場、10人になりました。大分の話に戻りますけれども、はい、大分はファンボガン監督になってから、ね、3-4-3 という形で攻撃陣に3枚を要して攻撃サッカーを掲げてますけれども、今日は、ね、浦和入りということで、まあ、2トップ気味にして1人をトップ下に置くような布陣にしてますけれどもね、はい、この、まあ、相手が1人少なくなったということでどういう布陣に変えるか、またそのまま行くのかというのも、ね、少し見どころになると思いますけれどもね。
浦和としてはセンターに坪井が入ってますが、おボールカットした、ドドがボールを持つ、左サイドに吉田が流れてくる、ゴール前にマグナー入ってくる、吉田から入ってきません、コーナーキックです。ゴール前にはマグナーですが詰めていましたが、吉田からのボールは平川が対応しました。今のはね、はい、大分が高い位置でボールを奪って、そこから速い攻撃っていうのがねできましたよね。これが3本目のコーナーキックになります。吉田です。ゴール前に長身のパトリック、あるいは深谷、そして芝小屋といった選手が上がっていきます。吉田からボールが入ってくる、ショートコーナーを使う、中央にファーサイド、ドドゴールキックに変わります。序盤このドドにボールを預けるシーンが多くなっています。トリニータです。今年このトリニータに加わりました元ブラジル代表のドドル、去年までは韓国 K リーグのウルサンヒョンデでプレーしていました。まあ、大分の方はドドとマグナウベス、その2トップにボールをどれだけ集められるかでしょうね、はい。まあ、2人ともキープ力もありますし、スピードテクニックありますからね、はい。どちらかというとマグナウベスは縦速い選手、そしてドドはテクニックでこう相手を撹乱するような選手です。そうですね、溜めが作れますから、はい。まあ、そういう状況の中で両サイド吉田阿部がいかに攻撃に参加できるかでしょうね。さあドドが奪った、マグナーベスが走る、右を使います、阿部です。 FC 東京から入ってきた阿部、マグナーベスへ、マグナーベスが、マグナーベスが中に入る、ゴール前にもう2人の選手が詰めている、左サイドで吉田が呼んでいる、まだあります。ドドが柔らかいタッチで入れる、マグノとマグナーベスとドドのコンビネーションでした。大分がですがかなり高い位置からプレッシャーをかけていい攻撃につないでますね。そうですね、あの非常にいい形でボール回ってると思いますし、今のはね最後ドドですかね、ちょっとシュートがしっかりとミートできませんでしたけれども、立ち上がりから大分の方が攻勢に仕掛けてますね。ヒールを使った、上田、これは合いません。足元で欲しかったドドです。この2トップに対して梅田がまあトップ下のような場所に入っているわけですけれども、かなりもうフォワードにも近づいてフォローができてますね。そうですね、まあ、トップ下の位置の梅田がマグナウベスとドドにどれだけいいパスを供給できるかというのもね、一つ攻撃のパターンになると思いますよね、大分は、はい。浦和としてはこの辺りでプレッシャーをかけてボールを奪いたいところですか。アルパイが前半4分に退場となりまして、平川が右サイドバック、坪井、ネネがセンターにいまして、左にサントスという4バックを取っています浦和です。中盤から激しいプレッシャーに行く大分、今日はボランチの位置に入っているパトリックです。前線に入る田中達也、長谷部がフリー、エメルソンに対して深谷、あの辺りはねエメルソンに、まあ、引いた位置ですけどもボールを起点にさせたくないというね、そういう最初のアプローチ早かったですよね。今年阪南大学から入ったルーキーの深谷です。テレビで見ていたサントスあるいはエメルソンと対戦できるのが楽しみだという話をしていました。非常に身体能力の高い、ヘディングなどでも高さを見せるような選手です、まあ、スピードもねあるそうですから、はい、エメルソン、田中とのねマッチアップ非常に見どころになるでしょうね。さあサントスがボールをプレスしました。右サイドに平川がスーッと開いていきますが、エメルソンとサントスがボールの後ろにいます。3枚で壁を作りました。ボール前にいるのは2人の選手、長谷部が壁の前上げてきた、ゴール前で競りますがクリア、パトリックのクリア。さあドド、ドドが落として梅田、左サイドを使う吉田、いい展開ですね。ここはよくカバーしました、エメルソンが守りましたね。エメルソンのディフェンスです。
エネルソンが吉田の前に入ってきました。ちょっとエネルソンが痛そうにしていますが、ボールをピッチから出しました。エネルソンが足の付け根あたりを抑えています。まあ、1人人数が少なくなっていますし、このエネルソンの動きというのが重要になってきますが、体が当たったというわけではありませんね。そうですね。右足の付け根あたりをこう押さえていますエネルソンです。まあ、こう指で丸を作って大丈夫だよというような合図を見せたように見えました。監督としてはプランが変わってきたでしょう。そうですよね。この早い時間帯でもしエネルソンがダメなようなことになればね、レッズにとっては非常事態になると思いますから ね。今日はリザーブには永井が入っています、はい、永井が怪我から戻ってきています。それから鈴木、岡野といったところがフォワードでは岡野、永井が入っているわけです。さあボールが前線に入る。田中達也から下に落とす。ここはトリニータゆっくりとしたディフェンス、左を使いますがそこには取りません。中央でボールが止まるようになってきましたレッズです。芝小屋のファール。田中達也にだんだんとこうボールが入るようになってきましたレッズです。エネルソンがピッチに戻っています。エネルソン今画面では一番左の方にいますが、エネルソンがピッチに戻りましたね。大丈夫そうですね、はい、ちょっと痛そうではありますよね。少し屈伸をしたりしています。さあセットプレーチャンスです。エネルソンを使う。エネルソンが突破する。倒れたがファールです。エネルソン倒れました。ペナルティーエリアの少し外、はい、ミキが対応しました。ここからのトップスピードになるのは早いですからね。トミニータの右サイドに入っているアベなんかに話を聞きますと、用意どんで一緒に走り出すとあっという間に置いていかれるというような、ね、言い方をしていましたが、さあこのゴール前でのセットプレーチャンスです。ディフェンスからすごいネネも上がりました。ゴールに一番近いところにエネルソンが入っていきます。田中達也はファーサイド、壁は2枚作りました。エネルソンはこの位置、サントスからゴールに向かってくるボール、ボールが入ってくる。パトリック、クリア。高いボールエネルソンが競ります。2キロクリアです。コーナーキックです。浦和としては初めてのコーナーキック。1人少ない中セットプレーが大事になってきそうですが、エネルソンが蹴ります。ゴール前には坪井ネネが残っています。中に寄ってくる。ファーを使う。クリアする。まだ裏ボール。山田です。長谷部左サイドでエネルソンが大きく手を挙げています。田中達也に入る。エネルソンが前へ行く。深谷がカバーする。まだあります。長谷部です。右には平田で開けない。もう一度左を使います。ここに酒井がいます。大分のね、あのボールに対するアプローチ早いですし、非常にね中盤でも激しくスライディングをしながらプレスをかけてますよね、はい、このボールに対してはマグナーベスが寄ってきます。エネルソンには通りません。大分ボールのスローインです。杉澤さん、はい、先ほどプレーが止まっていた時にですね、ファンボ監督が阿部とミキを呼んで指示を出していました。そして阿部がピッチに戻る時に深谷と何かこう確認をしながら話をしてプレーを再開していました。三原さん、はい、まあ、左サイドエメルソンが流れてきたりサントスがいたりとですね、かなりディフェンスに気を使うところだと思うんですが、そのあたりの指示でしょうかね、はい、そうでしょうね。まあ、サントスが右のサイドバックになりましたが、そのあたりで阿部の動きというのも最初の11人対11人の時と少し変わってくると思いますからね、はい、さあボールを拾った山田からサントス行く。ゴール前に田中達也が行く。エネルソンはサントスをフォローするような体勢。いや細かいステップ。ここは阿部と深谷で囲みました。梅田に対するプレッシャー、ネネが蹴っていく。ゴールラインを割ります。
大分のゴールキックです。最後はこのネネがクリアしていきました。今日センターバックに入っています芝子や吉村、右サイドの深谷から阿部、マグラウベス、吉村、細かいパス、おっとミスがありました。エメルソンに対して深谷がぴったりとくっついています。ここは阿部と挟み撃ち、長谷部がフォローする。今度は梅田が入る。長谷部のファールを取りました。下の梅田側ですから、あの辺のスペースをすぐに返ってきてディフェンスする。かなり中盤からのディフェンスが徹底されてますね。そうですね、あの辺の切り替えが、ね、非常に早いというのは大分、いいことだと思いますよね。またミスがある、田中達也。そうですね、さあ、エメルソン、梅田が入っていく。ミスはね、エメルソンの前スペースがあります。気をつけたいですよね、はい、大分の方は。リーグ戦、この2年間4試合でこの田中達也とエメルソンに11点を取られている大分のディフェンスです。さあ、今度は大分チャンス。梅田に対して坪井がつきました。そうですね、坪井のいいカバーリングでしたね。日本代表に呼ばれていましたが、試合に出ることはありませんでした。実戦の中でその坪井の感覚を戻させたいとブッフバルトは監督は話しています。ここも早い潰して大分はディフェンスをします。大分のディフェンスです。今日は高松がベンチからのスタート、そしてスピードのある松橋も入っています。パトリックが上がっていきます。吉田が左でもらう、そしてゴール前に2人の選手入ってくる。マグラーベスが入る。マグラーベスのヘディングが上、ゴール前にこのマグラーベス、そしてドドが入っていきました、はい、いい形の攻撃でしたよね。マグナーですね、タイミングいいですし高さありますからね、それほど身長は高くないんですけれども、はい、ヘディングの強さもありますよね。コーナーキッカーのゴールもありましたしね、 J リーグで。身長は176センチなんですが、非常にジャンプ力、そしてタイミングがいいというような話をよくディフェンスの選手たちはしています。ドド、梅田が上がる、吉田が左でフリー。浦和としてはですね、10人になりました、はい、ディフェンスを4人にしているわけですが、ここは大分のチャンスです。マグラーベス中に入れてドド、今のはねスルーでも良かったですけれどもね。ドドの足元へのパスでした、はい、さあ今度は浦和のチャンス、エネルソンが行く、お金が出ます。浦和のプランとしてですね、はい、大きく変わってきたと思うんですが、はい、そうですね、あまりやはり前から前からという部分もね、いけなくなってきたのかなと思いますよね、はい、やはり10人になったことで4バックに変えて全体的に少し引きながら守って、そこから取ったボールをカウンター的に攻めるというような形を取っていると思いますけどね、はい、まあ、そういう面では田中達也、エメルソンという非常にスピードのある2人の選手がいますから、はい、その選手を攻撃に移った時には使うと。そうですね、ですね、はい、今はもうエメルソン1人が前線に残って他はもうディフェンスに帰るという戦い方をしています浦和です。前半4分にアルパイがイエローカード2枚で退場になっています。大分は今日は引き気味のプランを立てていたんですが、非常に高い力のディフェンスが目立っています。今日はセンターバックから、おっ、いいボールが出てくる。マグラーベスが行く、キーパー出ました。今日はディフェンスからボランチに入っているパトリックから再三スルーパスが出てきます。パトリック、吉田、梅田から吉田、裏ボールのスローインです。前半20分を回りました。吉村、手に当たりました。裏ボールのフリーキックです。この吉村、そしてパトリックのダブルブランチです。今日のトリニータ、
このこぼれ球を狙いたい浦和です。酒井走りから今度は右サイドを使う、いいタイムで上がっていく、この前に2人の選手が詰めていく、田中達也最後は深谷のクリアです。平川が右サイドを駆け上がりました。まあ、あの平川が、ね、いい形でオーバーラップしたところをダイレクトでいいスルーパスが出ましたよね。長谷部からのスルーパスでした。さあコーナーキックです。ゴール前にネネが上がります。そして坪井が上がります。ややゴールから離れたペナルティースポットあたり、おショートコーナー選んだ田中達也、サントスが入れてくる、これは壁に当たります。吉田のクリア、前線にはドドとマグナーベスしかいません。大分早いチェック、大分ボールのスローインです。2期吉田が今は中にいます。吉村、阿部と深谷、阿部です。 FC 東京から期限付き移籍、深谷ルーキーです。一旦ゴールキーパーに下げます。岡中、今日は高崎ではなく岡中がスタメンです。大分のゴールキーパー、早いプレスで吉田が行く、倒しました、ファールです。失っていますが、再び前線へと戻っていきます。山田へ深谷が対応します。サントスに入り右サイドを使う、メルソン、いいボール出ましたよ。中に田中達也が入っていきます。メルソンに対するフォローはありません。2人で挟み込みます。平川中に入れてくる、いいボールが入ってくる、田中達也の正面、最後は岡中の正面でした。そうですね、今エメルソンがサイドでキープしながら山田からのクロスですかね、平川からのクロスですか ね、はい、田中がね、いい狙いをしてましたよね。浦和としてはああいうふうにサイドからフォーバックになってますから、サイドの選手がこう上がっていくというシーンがありそうですね。そうですね、やはり2トップがうまく起点となってためを作れた時にはフォーバックにしましたけれども、サイドがね、うまく絡めると思うんですよね。ああいう形の攻撃になってくると思いますよね。あの遅く攻める時には特にそういう形になると思います。先ほどの平川から田中達也、はい、2年連続2桁得点、エメルソンとのコンビ、このスピードコンビは本当に他のチームにとっては脅威です。ドド、深谷から左を使います。いい展開ですね。吉田、マグナーレスが一旦ボールをもらうような動きをして中に入る、ドドが行く、ドドが中に入る、吉田が行く、吉田が行くって中に入れてくる、最後は坪井が対応。山田、浦和はこの前にはもう2人の選手しかいません。パトリック、ロングボールがあります。一旦下げます。ミキです。芝小屋、深谷前線でキーになる、ドド、エメルソン、田中、エメルソン、エメルソンに対して吉村、吉村のファールです。まあ、エメルソンとしてはカードが出るんじゃないかというプレーでしたが、しかしこのエメルソンと田中達也2人だけでパス交換で一気に崩せることができますもんね。まあ、それだけのコンビネーションとスピードはありますからね。さあリスタート始まっています。エメルソンが行く、エメルソンがシュートに行きました。今度は大分逆襲、吉田のファールを取りました。エメルソンがね、ディフェンスもね、よく頑張ってますよね。まあ、開幕当初はまだやはりチーム名の合流も遅れましたから、コンディションがね、なかなか上がってないなというところがあったんですけれども、やっとエンジンがかかってきたなという表現をしているチーム関係者もいました。そうですね、やはりリーグ中断して、そしてカップ戦がありましたから、その中でゴールも上げてきてますからね、はい、そのエメルソン、そして田中達也もカップ戦ではゴールを上げています。
中へ、中に梅田が走り込んでいきます。ネネのクリア、アルパイが退場してからフォーバックになっています。ドド、その前にネネが入ります。阿部、阿部に対していいディフェンス、長谷部、山田、酒井、左サイド平川、右サイド平川が上がっていく。エメルソン、エメルソンに対して2人で囲む、ボールを奪う、坪井がカバーします。エメルソン、細かいところをつないできます。田中達也が前でオフサイドを気にしながら動いていますが、エメルソン倒されます。どうしてもこのエメルソンに頼るプレーが多くなっています浦和です。どうなんでしょう、エメルソンの使い方として、はい、まあ、キープしてくれますし、とにかくエメルソンに入れたいという気持ちは分かるんですけれども、そうですね、まあ、なかなか、ね、前線にそれほど人数をかけていけない状況もありますから、エメルソンが田中がキープしてから周りのサポートを待っている状況ですから、それだけ大分も近くでアプローチしやすいですよね。うまくスピードをダウンさせてますよね。人数が少ない中で大きなチャンスになります。セットプレーです。ネネ上がっています。ボールが入ってくる、直接行ったがバーの上です。狙っていきましたサントス。代表戦があって思い切って狙っていきましたが、距離はありましたけれどもね、代表戦がありましたから、まあ、疲れも溜まっていると思うんですが、はい、まあ、コンディション的には多少そういう部分はあると思いますけれどもね、まあ、監督もやはり信頼してサンティスのね、そういう部分というのは起用法につながったと思うんですけどもね。大分が中盤から激しいプレッシャーを言っています。10人になっているレッツ、パトリックから、ここはいいカットです。いいカットですよ。エメルソン、すぐ左に山田がいます。自分で行く、平川が上がる、長谷部、先ほどいいスルーパスがありました。今度はサントスが上がっていく、サントスに預ける、田中達也が中に入る、田中達也が中に入っていく、岡野が出る、おっと岡野か、いや違います、シミュレーションを取りました。山田です、山田が中に入っていったんですが、山田に対してのイエローカードです。ウッフバルト監督は上着を脱ぎ捨てて抗議していますが、サントスから、この倒れた山田に対するイエローカードが出ています。絶妙のタイミングで入っていった山田だったんですが、そうですよね、2列目からいい飛び出しをしていきましたよね。山田は相当左肩を押さえて痛そうにしています。そうですね、あの倒れた時に少し肩から落ちましたよね。今シーズン1シーズン制になったことに伴いまして、イエローカードは4枚分析しますと次の試合に出られないということになります。山田はこれが初めてのイエローカードです。乗せられて山田が出ます。微妙な、ね、プレーでしたけれどもね、キーパーが下がって山田を引っ掛けているのかどうかというところですけれどもね、キーパーが出て山田、どうでしょう、微妙なところです。そうですね、あの手が当たっているかどうかというところでしょうね。これで今ピッチの中にレッズは9人しかいないということになります。さあパトリックが持って上がる、サイドで梅田が開きます。山田がいたポジションやや少し高いところに長谷部が行って今ディフェンスをしています。大分は5人の選手が前線にいます。杉澤さん、はい、大分のファンボ監督はですね、阿部にもっと高い位置でいいよという指示を出していましたね。阿部が今右サイドで手を挙げてボールを欲しがっています。まあ、大分の方もですね、
1人多いんですけれども、はい、非常に、ね、慎重に攻めてるんですよね。やはり取られた後のことを心配したりバックラインも人数がかなりかけて攻めてるのにもかかわらず人数を多めにしてますから、もうちょっと積極的にいってもいいんじゃないかということを監督も言ってるんじゃないでしょうかね。山田が今ピッチに戻りました。パトリックから岡中へのバックヘッドです。阿部が少し高い位置にいます。その阿部、田中達也に当たっています。今ですから大分としては山田が詰めていきました。吉田に収まります。ドドがもらいに行く。マグナーベスは裏のスペースへ。ドドが行く。レッツボールのスローインです。手に当たりました。エメルソンが思い切って駆け上がっていく。ここは対応します。ミキです。エメルソンが攻撃へ守備へ走り回っています。さあ長谷部、長谷部通りません。パトリック、今度は吉田が左サイド上がります。吉田へ右サイドで阿部が手を挙げる。両サイドが高い位置を保っていますトリニータです。パトリック、吉村、ミキから再び吉田へ。まあ、浦和の方も4バックにしてからそれほどバランスは崩れてないんですよね。やはりそれはですね、まあ、トップに田中とそしてエメルソンがいるんですけれども、はい、大分のディフェンスラインと中盤の構成は全く変わってないんですよね、はい、その分人数かけて攻めてるわけではないので、そういう意味で浦和は今のところは。さあ上からボールが入ってくる。おっと浦和行きましたよ。吉田、今度は右サイドで阿部が余っています。さあ一人で行ったこと、最後はね、すごいがいいカットしましたよね。いやこの辺りちょっと遅れましたよ。今大分人数はいるんですけれども余っています。さあ田中が行く。パトリックのディフェンス、パトリックいいディフェンスしましたね。これからマグラーです。前にスペースがあります。阿部、梅田がスペースで欲しがりましたが、ここはサントスのディフェンス。エメルソン、サントス通りません。芝小屋、吉田の前には大きなスペースです。山田が対応します。右で阿部が欲しがる。マグナーですが下がって受けます。エメルソンディフェンス、長谷部、エメルソン、さあ田中達也とエメルソンがゆっくりゆっくりと3人が囲まれています。そうなんですよね、いい形でボールを取ったんですけど、ね、やはり、ね、前線田中1枚だとなかなかスピードアップできないですし、中盤の押し上げが、ね、やはり10人だということで遅れてますからね、はい、山田、酒井が今ここでディフェンスをしています。吉村に対して田中達也、阿部、サントスが前にいます。ここですよね。阿部、阿部が行く。メメがカバーしています。だから少しボールが長すぎました。まあ、慎重だったとおっしゃっていた攻撃がですね、少しずつ前がかりになってきましたね、はい、そうですね、大分の方も今のようにサイドはね、システム的に吉田と阿部というのは裏が4バックにした分空いてくると思うんですよね。そこをうまく使いながらサイドからの攻撃もしていくことによって、ドドやマグナーベスもうまく使えるようになると思いますけどね。まあ、ただ浦和が1人エメルソンを残したときに後ろの3バック大分が3枚ともいるんですよね、はい、だからそこで2枚余っている状況ですから、それより前はノーマル通りの11人対11人と同じようなそういう形になっているの で、ね、なかなか大分も決定的なシーンを作れないのかなというふうに思いますけどね。さあどれが取った、マグラーベスのスピードがある。中に切り込んでくる。切り返して中に3人いる、2人の選手がいる。マグラーベス少し時間かかった。コーナーキックです。今ね、後ろに吉田がフォローしていたんですけれどもね、そこを使わずにフェイントをかけてもう一度抜きに行きましたね。マ
ルナウデスとしてはああいったフェイントでこうリズムを作るのが好きな選手です。さあ吉田が行きました。これで大分コーナーキックが4つ目になります。深谷がディフェンスから上がっていっています。芝小屋もいます。パトリックがペナルティースポットあたり、ネネがついています。吉田からボールが入ってくる、巻いてくる、パトリックの前、深谷の前です。エネルソン、サントスが上がる。サントスの前に蹴り出しましたがこれは通りません。浦和はこの辺りからのディフェンスということになります。そうなんですね、あそこは空いてくるんで、そこから大分がね、あれ押し上げが遅いんですね。後ろにこう人数がね、今、はい、4枚、3枚、まだまだ余ってるんですよね。浦和の選手がそれほどいないですから、もう少し全体的に中盤も押し上げたいですよね。厚みのある攻撃ができないですから。杉澤さん、はい、浦和レッズがですね、山田に変えて内田を入れるようです。やはり先ほど倒れた時の怪我でしょうか。ドド。そうですね、山田がちょっと。ドドが行く。中に入る。上田に対するディフェンス。手がやはりね、肩を先ほど打ちましたから、はい、そこはこう走れないという、肩を振って、おーっと、ネネに対して一発レッドカード。これで浦和はフリーになります。ネネが今両足を揃えてパトリックの足に入っていきました。一発レッドカード。先ほど塚原アナウンサーからのリポートでは内館が準備しているという話が出ていましたが、これでピッチの中9人になりました。皆さん、はい、まだ前半まもなく40分というところですが、そうですね、今ね、足の裏両足でスライディングに行ってそのままパトリックの足に入ったということでの退場だと思いますけれどもね、まあ、レッツにとってはね、もう前半から2人少なくなるというのは痛いですよね。そうですね、はい、しかも山田が先ほど、まあ、走るのに腕が上がらないような状況ということでしたから、でもすでに内館がピッチサイドでは準備しています。山田からキャプテンマークを受け取っていますから、このまま山田に代わって入るものと思われます。ネネはレッドカード。今日はアルカイが前半4分にイエローカード2枚でレッドカード。そしてこの前半まもなく40分になろうというところでネネがレッドカード。山田も先ほどゴール前で激しく左肩を打つシーンがありました。ここで山田に代えて内館が入ります。宮野さん、はい、内館が入るということで4バックは守るということですかね。そうだと思いますね。まあ、先ほどまだ4人が揃っていた時のプランとしては、はい、山田に代わって入れて内立を後ろに入れて長谷部を前に出すというような形もあったかと思うんですけれども、今ネネが出た分やはり内立がもう真ん中に入るしか今ないですよね。今坪井の横に内立が入りました。ですのでセンターバックに坪井、内立、右に平川、左にサントスという4枚のディフェンスということになります。でその前にはもう4人の選手しかいません。酒井、長谷部、エメルソン、田中達也の4人しかいません。大分のボールでスタートします。さあ吉田、吉村、そのところに田中達也が今ここでディフェンスをしています。その後ろには酒井がいます。大分も今パトリックがピッチの中に入ってきました。これで大分は11人揃います。阿部、ここにスペースができています。アグラーです。こちらが対応します。阿部からゴール前に入れてくれと、ここに詰めていません。エメルソンキープ、エメルソンに対するファール。
中盤が4人、ディフェンス4人、そしてゴールキーパーという9人になりました浦和レッズ。アルパイとネネが退場しています。得点はまだ0対0。前半40分を回ったところです。難しくなってきますよね。まあ、レッツはもう9人でしっかりと守りながらカウンターでわずかなチャンスをものにしようというプランしかないと思うんですよね、はい、逆に大分は相手が2人少ないですから、それをいかに破っていくかというところですよね。ただ先ほどから井原さんおっしゃっているように、はい、ディフェンダーあるいはその前のボランチの位置の選手たちがあまり上がりません。そうなんですよね、まあ、そのあたりは、ね、非常に、ね、逆にやりにくいと思うんですよね。どこまでバランスを崩して攻めに行ったらいいのかというところは、まあ、前半ですしまずは慎重にというところはあると思うんですけれども、やはり2人少ないのであればもっと攻撃的に点を取らなければいけないという、そういう、ね、焦りみたいなのにならなければいいんですけれどもね。そこからリズムを崩してくるということもあるわけですね、はい、そうですね。エメルソン、この辺りも青いユニフォームが多くなっています。おっとエメルソンが今、はい、吉村に対して当たりましたが、さあドド、左サイドに吉田が上がる、平川がついていく、その間のスペースにドドが狙っている。ゴール前には2人の選手、つぼいの対応、ハセル、いや酒井です。一旦ボールを出します。吉村が先ほどエメルソンと当たって倒れました。現在大分は11人いますが、レッズは9人しかいません。吉村が踏み込みのあたりでしょうか、抑えているように見えました。今日はボランチの位置に入っている吉村です。去年のセカンドステージ第2ステージから神戸から原付移籍をしてきまして、今年は完全移籍しました。前半が終わろうという時間帯ですが、まだ得点は0対0。しかし前半からレッズは2人の選手が退場しています。今9人しかいません。吉村は今ピッチに戻りました。吉田をカットした、チャンスになる、早い2人の選手が集めていく。ここは吉田が後ろからディフェンスします。パトリック、ここに対しても早い詰めを見せます。浦和ボールが出ました。浦和ボールのスローインです。田中達也、エメルソンがボールを欲しがってグランスペースに走る。深谷とミキが対応します。ミキが行く、中に入れてくる。2人ですからね、はい、大分のディフェンスは5枚、6枚ぐらいいましたから ね、 そうですね、まあ、エメルソンもミキと深谷で2人で挟み込むようにしていたんですが、それを上回るスピードを見せましたエメルソン。そして田中達也、さあ今度はマグナーデスのスピード、坪井がスピードを上げてついていきます。そうですね、中に入れてくる、クリアする。吉村、阿部ドリブル得意、中に持ち込む、右足得意、倒される、ファールはない。ロスタイムに入っています。ロスタイムの目安は3分です。得点は0対0。大分が攻め込みながら2人人数の少ない浦和から得点を挙げられません。吉村、パトリック、ドド、今は中に吉田がいます。うっと逆だった、吉田は外で欲しがりましたが中にパスが来ました。ミキ、吉田へ、前線には3人の選手がいます。右を使います、阿部です。
で勝負したいですね。吉村、吉田、もう一度阿部、阿部はそのまま上げてこようとするもっと吉村に当たりましたが、田中達也の前、パトリック、サントスが上げてくる、サントスが行く、いいですよ。さあサントスの前に3対3になっている。ちょっとスピードが遅くなった、中にはメルトンが来る、ここは横足を出した三木、そして深谷、今のもね、エメルソンの一瞬のサントスとのアイコンタクトで縦にね、いい形でスルーパスをもらい、さあ今度は逆、動きがしましたけれども、です、ゴール前に選手がいないとチャンスですよ。上田シュートいった、わずかに右、今日はトップ下のポジションに入っているベダですが、シュートはゴールの右。まあ、両チームとも速いフォワードがいますから、一気に形勢が逆転するシーンが見られます。そうですよね、お互いね、いい持ち味を出しましたよね。浦和の方は人数が少ないですけれども、マークサントスから持ち上がってね、メルソンがゴール前まで狙いがいいところにボール出ましたし、そこから取ったボールをね、今度は大分が速い攻めをしましたよね。はい、ロスタイム、すでに2分が経過しています。ロスタイムの目安は3分です。浦和としてはもうここはしっかりと守っておきたいところでしょう。右を使います深谷、非常に高い位置に阿部がいます。吉村、三木、芝小屋から深谷、ドドア、その裏に入ってくる、シュートいった、鈴木よく出ました、まだあります。吉田、いや今鈴木がねよく体に当てましたね。ここはクリア、そしてここで前半終了です。前半は0対0、しかし浦和はアルパイ、ネネと2人の選手が退場してピッチ上には9人になっています。厳しい戦い、このエメルソンと田中達也でチャンスを作っていくような厳しい戦いになっていますレッズです。前半は0対0、なんとかしのぎ切りました浦和です。試合の序盤は大分は今日は守り気味、ディフェンシブに行ってカウンターで得点を上げたい、そして勝ちに結びつけたいと話をしていましたけれども、前半4分にはアルパイがイエローカード2枚、まあ、1枚受けた後にピッチサイドに置いてあった水のボトルを蹴り上げたところで2枚目のイエローカードをもらいまして、レッドカード退場。そして前半の40分前にはネネが両足を揃えて足の裏を見せるような形でパトリックに対してディフェンスに行きました。そのプレーに対して一発でレッドカードが出まして、2人の選手がピッチから退場させられていますので9人になっています。大分と浦和の対戦、前半45分は0対0です。それではここで BS ニュースをお伝えします。J リーグ J1 第3節、大分スタジアムで行われていますトリニータとレッツの試合をお伝えしています。前半45分は0対0でした。しかし2人の退場劇がありまして、今大分は11人ですが、レッツの方は9人で戦うということになります。さあそれでは前半のハイライトをお伝えします。まずはアルパイのこれ反則の場面なんですが、はい、試合開始早々でしたよね。そしてこの水のボトルを蹴り上げたということで反スポーツ的行為、この2つのイエローカードでレッドカード退場となりました。前半18分、マグナウレスのヘディングのシーン、これはいい形でサイドからの、ね、突破を、吉田からのクロスをマグナウレス、高さありましたねこのヘディングは、はい、今度はレッツ田中達也がこれは本当にいいタイミングで合わせました。そうですね、1人少なくなっていた状態のレッツでしたけれども、平川からのいいクロスをいい飛び込みをしましたね。前半23分のプレーでした。そしてこれはネネのディフェンス、このプレーで一発レッドカード退場ということになります。
これでレッズの方はフィールドプレーヤー9人になりました。そしてこれ44分、梅田のシュートはゴールの右に外れました。そうですね、いい形でのシュートでしたけれどもね。前半終わって得点こそ0対0ですけれども、非常に激しい試合の動きがありました、はい。今日の解説は井原正美さんです。井原さんご自身9人でプレーというの経験ありますか？いや僕は記憶はないですよね。そしてこの試合はまた前半で ね、 そうですね、9人になってしまったということで、もう今まで長いサッカー人生ですけど、そういう経験は多分一度もないですね。これ守る方としては、先ほど話もありましたけれども、もう4人でしっかり守って、6人で中盤の守備的なミッドフィルダーも守って、その後カウンターという形しかもうないですよね。まあ、浦和の考え方としてはもう引き分けでもいいというような、そういうゲームプランになっていると思いますよね。そしてまあ後ろは4枚でバランスよくなんとかしのぎながら、あわよくば奪ったボールをカウンター的にエメルソンや田中にのスピードをうまく生かしながら、もし点が取れればなというぐらいの、そういう考えで試合を運ぶと思いますけれどもね。エメルソンと田中もディフェンスに帰ってきて、そこからのカウンターというシーンが何回かありましたが、まあね、全員が2人少ない分を少しずつでもね、その分を動いて頑張るしかないと思うんですよね、はい。先ほど井原さんから今度攻める方の取りにいたとしても相手が2人少なくなったっていうのはやりにくいんじゃないかという話がありました。そうなんですね、逆にね、どうやって攻めたらいいか、積極的に行かなければいけないんでしょうけど、そのあたりの難しさっていうのは出てくると思いますよね。さあ、それでは準備ができましたら監督インタビューをお伝えします。放送席、浦和ブフバント監督です。後輩45分9人で戦うために、まず一番考えなければいけないこと、どういうことですか？müssen kompakt weiter stehen. Natürlich war das jetzt unheimlich schwer. そうですね。今の状態、今のようにですね、ディフェンスしっかりと守っていくということが必要だと思います。今日は残念ながら最初から12人相手に戦わなければいけないような状況になりましたけれども、まあ、我々の強さというものをここでしっかり見せつけて、しっかり守ってカウンターを狙っていきたいと思います。スピードのある2人を生かすにはちょっと難しい展開になってますけれども。スピードのある2人を生かすには少し難しい展開になっています。大分よりもカウンターでチャンスありましたね。そういうことをやって繰り返していきたいと思います。ありがとうございました。今後半がキックオフされました。浦和のボールでキックオフされました。もう守る、しっかり守って、しかし大分に比べてもいいカウンターはあったはずと言っていましたが、さあそのエメルソンが走ります。エメルソンがスピードアップして走っていきます。そして大分は後半の開始から松橋が入っています。松橋がボランチに入っていました。吉村に代わって松橋が入っています。まあ、この交代、スピードのある松橋を入れてきました。そうですね、やはり攻撃の枚数をもう1枚増やそうという考えでしょうね。相手が2人少ないわけですからね、はい。さあボールが入ってきます。エメルソンの前、パトリックのクリア、吉田前にマグナーベスか、左右に張っているのが松橋。吉田が上がり、この辺りからどうやって大分が崩していくかというのが、ね、後半の一つの見どころになると思うんですよね。マグナーベスとドドのブラジル人コンビ、これはマグナーベスのファウルを取りました。マグナーベス、ドド、そして右に松橋がこう広がるような形になっています。まあ、大分はシーズン序盤は3トップをしていたわけなんですが、その布陣に近い形になっています。梅田、
ドドの前で坪井がクリア。ブッフバルト監督もとにかくここはもうしっかりを守ってカウンターという話がありましたが、浦和はここは高い位置からディフェンスをしています。思い切って蹴っていきましたがドドは走っていませんでした。それでは大分のファンボカン監督のハーフタイムのインタビューです。前半2人多い状況でしたがまだ無得点でした。どう見ていますか？後半多分チャンスが来ると思うんで、それをしっかり決めれば多分ゲームはいいじゃないかなと思います。相手は9人ですけれども、それを後半どう崩していきますか？早くサイドチェンジ、フリーの状態を早く作ってそこから攻める、サイドから攻める、そういう感じで今多分出ると思います、はい、かなり引いてくるかと思いきや、やっぱり前半は前がかりの状態でしたが、後半もこの状態でいいでしょうか？そうですね、多分引くと思います。だから引くときはやっぱり我々はサイド崩す、そういう方法でやろうと思います。ありがとうございました。引いてくる相手に対してサイドを使って崩していきたいというファンボ監督、そのサイドのスペースにスピードのある松橋を入れています。そうですね、一つ松橋がチャンスを作りました、ね。はい、松橋が入ったことと松橋がキープできたときに阿部がそれにも絡みながらもう一枚サイドを上がるとやはり突破しやすくなると思うんです。浦和、はい、の中盤のディフェンスというのは酒井と長谷部が2枚でやっている形になってますから、はい、その辺をうまく置いたらつきたいですね。アメルさん一人で行く、コーナーキックです。人数が少ない中ではこのコーナーキックは大きな武器になります。そうですね、こういうリスタートっていうのは人数は全く関係ありませんから、その精度の高さっていうのはね、特にキッカーはサントスに持ってますから。すごいと内立てが上がりました。ただ裏の、ね、高さという部分ではアルパイとネネがいないのが痛いですね。ショートコーナーです。サントスに出して吉田、この回ステップ、ここでフリーで田中達也、ちょっと大きすぎる。ネネソンが走りますが追いつけません。確かにそのネネとアルパイがいないだけに変化をつけたコーナーキックを使ってきました。阿部、深谷に対してこの高い位置から田中が行きます。ドドに入らない。梅田、パトリック、左サイドでマグナーですが開く。ドド、梅田、ドド、パトリック、細かいパスをつなぎます。マグナーです。吉田が前で欲しがり、梅田からドドに通らない。内田、エメルソンを走らせようというプレーです。さあ今度は右サイドに入りました。阿部、ね、松橋が右に開いている、中に入っていこうというプレーでした。ここはよく抑えました。ここからのカウンターがあります。レッツ、田中達也が右で走っていきますが、深谷のクリア、松橋、もう前線とディフェンスラインが大きく空いています。レッツ、その中間は簡単にパスを回せます。トリニータ、吉田、遠いでしょ、左からいいボールが入ってきましたが、ニアに詰めている選手がいませんでした。あの辺の形でいいと思うんですよね。サイドにはある程度いい形でボール入りますから、そこから縦に突破してクロスボールを上げていくのか、中にカットインして入っていって他の攻撃のバリエーションを使うか、はい、そのあたりをどんどんやっていくことがやはりゴールへの近道になると思いますよね。吉田とこちらサイドではマグナーです、はい、ここはね必ず使えると思うんですよね。マグナーです。一人で行ける。梅田をスルーして阿部、松橋がゴール前手を上げる、阿部が行く、詰められません。今はふわっとしたボールをくれというような仕草をドドが今ゴール前でしています。 FC 東京から期限付き移籍の阿部義郎、本来はまあ右足得意なので左サイドにいる方が自分としては好きなんだけどという話をしています阿部ですね。まあ、裏の考えとしては中盤の酒井と長谷部を入れながらバックラインの4枚とその6枚でしっかり守ろうというそういうプランがありますね、はい、
ここに今ボランチの2人です。平川とマグナーベスの競争です。マグナーベス倒れます。フラーボールになります。平川が今ちょっと足を痛めました。平川も非常にスピードのあるサイドのプレイヤーです。スライディングした後にその後マグナーベスが上に、ね、少し乗ってしまったようなここですね。そうですね、はい、スパイクがちょっと膝の下あたりぐらいに入ったような形になりました、はい、右サイドで言いますと今日は永井がふくらはぎの怪我から復活してですねベンチには入っています。かなり痛そうにしています平川です。今ピッチ内にレッズの選手は9人しかいません。で平川が出ましたから8人になります。大丈夫、今平川立ち上がりましたね、はい、長いあるいは岡野といったところが練習のピッチを上げてたんですが平川立ち上がりました。大分はもうこの高い位置からディフェンスします。今ピッチ内にはレッズの選手8人しかいません。パトリック、吉田、長谷部が詰める。田中達也がすごいスピードで詰めていく。芝子屋倒れる。芝子屋が今足を押さえて倒れました。田中達也もスピードのあるディフェンスです。今日はセンターバックに入りました芝子屋です。トリニータから去年は水戸に移籍しまして水戸で39試合を経験しました。その経験が自分にとって大きかったと話します芝子屋です。この前の試合 FC 東京とのカップ戦で初めてこの3バックのセンターとしてスタメンしましたになりました。で今ボールを蹴ったパトリックが一つ前のボランチに入りました。さあ田中達也、パトリックが行きますがファールありません。今ディフェンスはほとんど芝子屋と深谷2人でやっている感じです。さあ右サイド阿部、厚足届かない。阿部です。松橋、細かいパス交換、松橋が行く。ディフェンスに入るのはサントス。浦和ボールのスローインに変わります。まあ、大分の方はですね今こうまく今浦和が4枚のバックラインと中盤2枚で守ってるんですが、それをねやっぱり崩していきたいんですよね、はい、ただなかなかね中盤で数的優位を生かせてないですよね。逆に浦和がスペースを作って攻撃してきます。田中達也一人で行く。パトリックが帰ってきます。杉澤さん、ゴールキックです。はい、どうぞ。浦和はですね、鈴木啓太が準備をしています。鈴木啓太が準備をしています。鈴木は2月に右膝の靭帯を痛めまして、まあ、ベンチ入りはありましたけれどもここまで試合の出場はありません。ブランチの選手ですが、やはりこれ運動量が多くなってますし、そうですね、中盤ね、酒井と長谷部2枚で左右、そして前後に動いて非常に運動量も多くなってますから、そのあたりの交代になるのかと思いますけれどもね、はい、上田のファールがありました。浦和としてはこういう時に少し休めるといったところもあります。前線にエネルソン、そして田中達也、長谷部、サントスが上がります。サントスが上がる、サントスが行く、スルーが抜ける、ちょいボール出ましたよ、エネルソン、お、田中達也の前でした。まだあります、長谷部、いや、酒井が詰める。梅田のクリア。大分の青いユニフォームがたくさんいるんですが、そこに3人で崩しに行きます。そうなんですよね、いやね、そういうものに油断につながらなければいいですよね。マークはたくさんいるからというところで、マグナーベス、今度はマグナーベスの個人技、梅田、吉田、ここに速いプレッシャー、酒井、平川も行きます。
田中達也が戻ってきたオフサイドを取られていますが流しました。はい、今のは大分の選手がねボールを戻したんでオフサイドではないですね。はい、ブッフバルトがその判定に対して抗議をしています。ブッフバルトも熱くなっていますが、逆にファンボカン監督も今のこのタイミングでフォワードのマグノアウデス、あるいはドドといったところに指示を与えていました。なかなか崩せない浦和。そうですね、大分はやはり中盤の少し陣形を崩して飛び出していく選手が欲しいと思いますよね。前線の3枚だけに任せないで、その3枚を追い越していく選手が出てくると崩せる可能性あると思いますけどね。行きます。その中盤の阿部、阿部が中に切り込む、倒されます。フリーキックです。阿部の持ち味、ドリブルでこう切り込んでいくようなプレーでした。さあセットプレーです。右サイドではこの阿部と松橋が細かいパス交換を先ほどからしています。吉田がボールに行きました。深谷、パトリック、身長の高い芝子屋、3人が上がっています。191センチあるパトリック、芝子屋は187センチあります。キーパーから少し離れていくようなボール、右足で吉田が入れてきます。おっと低いボール、後ろから松橋、今完全にフリーになりましたけどね、シュートはミートできませんでしたね。松橋のシュートは右へ行ってしまいました。ここで浦和はしかししっかりと上げてきます。三木から阿部、今度は左サイドに流れています。左からだと中に入れて、おっとワンツー、これは繋がりません。ドドとマグナウレスがワンツーを見せようとしましたがゴールキックです。0対0、両チームなら得点は入っていません。後半13分を過ぎたところです。まもなく14分、打開場の結果です。横浜 F マリノス4対1と勝ちました。鹿島が勝っています。静岡ダービーは終盤岩田が追いついて1対1の同点、名古屋と広島も引き分けました。大宮がセレッソ大阪に勝っています。セレッソ大阪まだ勝ち点を挙げられません。 FC 東京2対1と神戸を破っています。J2 です。横浜勝ちました4対3、福岡山形引き分けました。草津が初勝利です。湘南勝っています。そして京都逆転勝利でその連勝を伸ばしました。中盤でなかなかボールが落ち着かないトリニータ、逆に浦和はここで取って前へという攻撃。そうですよね、浦和は人数が多いわけですからボールを動かしながら空いたところをうまく狙っていきたいんですね。一人一人がドリブルで仕掛けるシーンというのはなるべく少なくしても突破できると思うんですけどね。サントス一人で行きます。二山対応します。ダイレクトのプレーが見られません。ファンボ監督の今年の目標の一つがダイレクトのパスで相手をつくということなんですが、そうですよね、まあ、ワンタッチプレーとかが少ないですね。それだけ今ねスペースがボールを持てる時間もありますから、その中でこうやってドリブルを仕掛けていって、この後をそういうプレーでうまく突破していくことが大切なんですけどね。ここはエネルソンが倒しました。その後先ほど井原さんがおっしゃっていた少し余裕ができてしまう、はい、あるいはちょっと攻めあぐねてしまう、はい、気持ちの問題というのもありますか。そうですよね、やはりね崩して当然だという考えも選手たちにもあると思います。点取って当然なんだから。さあ吉田上げてくる、中途半端なクリアになった。阿部がセル、ゴール前、そのまま続け、形になりません。トリニータの攻撃です。逆に浦和はこれ1本でも攻撃になります。そうですね、まあ、浦和はああいう形で狙うしかないと思いますよね。阿部、ここでフリーでボールが入ります。早いタイミングで入れてきた。松橋裏を取ろうとしましたが届きません。そうですね、ただああやっている何人かの選手が変わりながら出ていくというのはね非常にあったらいいですよ。早いシュートを取った、マグナーベス、シュート行く、相手のディフェンスに当たったように見えましたが、いやゴールキックです、ゴールキックです。
ルナウですがボールを蹴った後に相手の足に行ったかもしれません。ルナウですがここで個人技、そして平川がよくついていました。浦和は選手が変わります。鈴木啓太がピッチサイドに現れました。酒井に代えて鈴木啓太が入ります。今季リーグは初出場になります鈴木啓太。いやよく走りました酒井。そうですね、やはり中盤今初めて2人ですからね、9人になってから本当にきつかったと思うんですよね、はい、その中でディフェンスに、そしてタイミングもいい攻撃への参加も多少ありましたしね、はい、まあ、そういう部分も含めて中盤をねやはりリフレッシュにしないと、ジェネブラは今苦しい時間帯ですからね。鈴木は酒井のいたポジションそのままボランチのポジションに入っています。2月に右膝の靭帯を痛めました。熊本合宿中でした。そこからやっと今日戻ってきたということになります。まあ、鈴木は非常に運動量も多いですし、中盤で精力的にディフェンス、そして攻撃にも顔を出すことができますから、はい、まあ、まずはね今日はディフェンスという部分への役割になると思いますけどね。下についてその鈴木が行きます。芝小屋から右サイドを使う深谷、大分としては前に5人の選手がいますが、はい、切り崩せません。阿部、今度は梅田が入ってきます。そうですね、ああいう動きがね非常に崩すためには重要になってくると思いますね。阿部が上げる、ゴール前、あ、おっと、今はバイスクルキックをしようとしたところで相手の顔面に入りました。そしてそのドドに対してイエローカードが出ています。今ドドがオーバーヘッドキックに行こうとして相手の顔面に足が入った形になりました。平川も、そうですね、ですね、この辺もね戻りながらのドドのこのバッチックのねバイスクールなんですが、ディフェンスはあそこにやはり頭を出していかなければいけないですからね。そしてトリニータ選手が変わります。高松が入ります。出たのは阿部です。さあ高松、高さのある高松が入りました。スピードのある選手たちがたくさんいる中にこの高さがある高松が入ってくる。矢田さん、またここで少しバリエーションが増えてきますよね。いや、そうですね、高松はタイプが違いますし、そして前線で起点になりますし、あとターゲットになりますから、はい、まあ、サイドを突破してクロスボールや早めのクロスボールに対してもゴール前の飛び込みという部分では、ね、非常に威力がありますからね。今こう陣形を見てみますと高松とマグナアウベスが2トップのような形、そしてトドがやや下がり目の形になっています。杉澤さん、はい、浦和は永井がアップのペースを上げています。怪我から帰ってきました永井、今日ベンチ入りしています。右サイドでのスピードなんですが、2トップも序盤からずっとディフェンスをしています。田中達也、パトリックがつく、エメルソンの中に入ってくる、エメルソンに渡す、通る、エメルソンがキープする、さあ長谷部のチャンスになる、長谷部が倒される、対してのディフェンスでしたが、今長谷部は悔しい。いや、浦和もね3人で今ね決定的なシーンまで持ってきましたね。はい、ヘルソン長谷部のねここの突破も素晴らしかったですよね。一度シュートフェイントを入れて立てに行きましたからね。大分にとってはヒヤッとしましたね。はい、マグナベスが入れてくる、中央には高松がいます。パトリックファール、田中達也が前線へ、そして守備へと走り回っています。この田中も熊本合宿中には右肩を脱臼してなかなかコンディション上がってこなかったわけなんですが、今日は本当に獅子奮迅です。エネルソンとのコンビで再三崩しています。
アルパイ、そしてネネが退場になってピッチには9人しかいません。レッツは0対0、後半の21分を回っています。パトリックから高松を狙う長谷部、鈴木啓太、エメルソン、ボールはタッチを割っています。大分が2人人数が多い状況なんですが、なかなか崩せません。パトリックから高松、その裏へマグナーベスが突っ込んでいく。パトリック吉田深谷へ、右サイドには松橋が流れています。ゴール前に3人の選手がいる。ニアサイドに梅田が行く、中に入れてきます。さあエメルソンのディフェンスに戻る。パトリック足がかかりました。エメルソンが前線からトップスピードでディフェンスに帰ってきました。今前線にはこのエメルソンと田中達也、そしてボランチの位置に長谷部と鈴木啓太、フォーバック右から平川、坪井、内田とサントス、ゴールキーパー鈴木、この9人です。レッツ大分も松橋あるいは高松を入れています。上田へプレッシャーかかります。吉田からマグナーベスが欲しがっている。右を使う深谷、ゴール前にツートップが行く。深谷が右から上がる。ディフェンスからやっと選手が上がってきました。さあチャンスになる。マッサージ松橋のキックがゴールの右へと切れていきました。なかなかね崩させてもらえないですね大分はね。一つ深谷が上がってくるプレーがありました。そうですね、やはりねバックライン1枚余れますから、はい、攻撃参加っていうのは重要になってくると思いますし、あとはねサイドからのそのクロスボールをただ単純に上げるだけだとなかなかね4枚のバランス裏も非常にいいですから、今もう少し変化をつけたいですよね。その先ほどおっしゃっていた例えばマウナーベスト吉田のサイドのコンビ、そういったところになりますかね。そうですよね、あとはやはりボールを一人一人が持ってる時間は少しね置いたね余裕がありすぎて長いんですけど、もう少しワンタッチのプレー欲しいですよね。さあどこから今度は右へ松橋ドリブルで仕掛ける、左に入って左足でシュートいく。裏のディフェンスも集中してますね。今ゴール前には4人の大分の選手がいました。ここで浦和は最後のカードを切ります。先ほどからアップをしていました永井を田中達也に変えて入れます。前半から前へ後ろへとこの田中、そしてネルソンが走り回っていました。永井は3月の頭に練習中に左ふくらはぎの肉離れを起こしまして、その治療していましたが今日戻ってきました。宮原さん、はい、まあ、長井のプレーとしては田中と同じように走り回るようなプレーを要求されるということになりますよね。いやもちろんそうですよね、まあ、長井も非常にスピードありますし、そしてドリブルのキレありますし、ディフェンスもしっかりやってくれよというところあると思いますよね。マグラーベス、上田、右に深谷が開いています。深谷、さあ深谷がボールが入ってくる、ゴール前、高松の前、鈴木はキャッチ、早いタイミングでのクロスが入ってきました。後半25分を回っています。0対0、9人の列、永井が詰める。井原さん、それと永井はまあ田中に比べますと身長がありますし、はい、それ高さという面でも活かせることになりますよね。そうですね、やはりそういう面ではある程度ターゲット的な部分もできますよね。プレッシャーに行く、いいボールが入ってきた、そうですね、吉田が行く、吉田が行く、ここもしっかりと守り切ったレッズ。いや今ね一ついい形作りましたよね。どこからですかね。さあ戻りましょう。2人の選手が追いかけていく、一旦戻す、はい、2人の選手はね2人しかいない、長井が行く、しかしゴール前には誰も選手を詰めていない、はい、コーナーキックです。2人のレッズの選手に対して大分の選手は5人で、ね、いましたね、守ってましたからね。
さあ永井がコーナーキックを取りました。ディフェンスラインから内立てすごい上がってきます。いや内立ては戻ります。いやもう上がりますね内立て。ブフクバルト監督がベンチから坪井に失礼、内田に対して戻れという指示です。戻れという指示。ゴール前にはですからこの2人しかいません。坪井と永井です。エメルソンがね、エメルソンがキーパーの前にいますね。サントスから精度の高いボールが入ってきます。永井がファーサイドに流れていく。ニアサイドを狙ってきた。ディフェンスがクリアです。お、ゴールライン、ゴールラインを割っています。ゴールラインを割っています。ゴールキックに変わります。ここで大分も選手を変えます。西山哲平が準備しています。パトリックに変えて西山哲平です。今日はボランチの位置に入ったパトリックに変えて右サイド得意の西山哲平。松橋が今左サイドに流れてきました。そして西山が右サイドの高い位置へと入っていきます。今前線には西山、高松、そしてマグロアウベスの3人がいます。で松橋がやや下がり目の左サイド、中央に吉田がいて右に梅田という形です。長い吉田と梅田がダブルブランチのような形。さあ長いが行く。3人で囲んでいます。ファールがありました。吉田、ドド、ドドが下がってボールを受ける。ここに長谷部がコースを切ります。吉田から深谷へ。0対09人のレッツ相手に大分は崩せません。梅田が上がる。右サイドに入ったばかりの西山。長谷部もいいディフェンスしますね。はい、長谷部が向いた、前を向いた、遠いでしょ。ファールがありました。イエローカードが出そうです。深谷に対するイエローカードです。長谷部の、ね、運動量は多いですよね。はい、ディフェンスにもね、コーチの姿勢、そして自らドリブルや攻撃への参加もね、人数も少ない中で非常に積極的ですね。さっきペナルティーエリアの中までこう駆け込んでいくというシーンもありました。なってきています。まもなく後半30分になるところです。ここで一つフリーキック、サントスとエメルソン、少し距離が長い。ゴール前には永井がいる。エメルソンが行きます。エメルソンが倒されたがファールはない。さあ吉田がボールを持つ。トリニータのチャンス。左サイドにマグナーベス流れる。吉田が一人で行って倒されました。イエローですね。鈴木に対するイエローカード。鈴木に対するイエローカード。吉田と鈴木啓太が少しやり合っています。大分としてはディフェンスから芝小屋が上がっていく。お、早いスタートしている。マグナーベスから中へ。ドドのシュート。ドドもう一本。今足元に素晴らしいショットが1本飛びましたが相手のディフェンダーに当たりました。梅田へ。永井が倒れています。ポーンというボール。深谷がキーになる。吉田が詰める。続くキャッチ。その前のシュートのシーンで永井にボールが当たりました。ボランチの位置からゴール前へ詰めていった吉田貴之。マグナーベス、高松が欲しがる。右を使う。そうですね、っとボールが短い。サントスが突破する。エメルソンが、エメルソンが足元にもらう。2人がつく。サントスが上がる。ここは遅らせた。なかなか押し上げもできない。トリニータのファールです。トリニータのファールです。レッツのフリーキック。のカットからここまでチャンスを作りました。さあ今度は長い坪井、
この2人上がっていきます。そうですね、レッツはこういう少ないチャンスをもう入れてくる。ファーサイドで長井が行く。ゴールの上を越えていきました。相手の意表を突くようなサントスのフリーキックでした。吉田、なかなかチャンスができない。トリニータ、松橋、高松が欲しがる。松橋ドリブルで入る。ドドが受ける。右サイド上がっていく。そうですね、おいては早くボールを動かしたいんですよね。そして西山、吉田ですよ。サイドもう一枚空いてきますよ。松橋シュートいった。ゴールの上、松橋倒れ込む。まあ、今のような形が大分としては一番のいい形の攻め方じゃないでしょうかね。やはり右左とサイドをどんどん展開していくことによって、裏のディフェンスはやはり中に絞って、どうしてもサイド空いてきますから、最後1枚外で数的優位を作って、そこからの決定的なシーンというのを作ることが一番ゴールにつながると思いますけどね。杉澤さん、はい、大分のファンボ監督はですね、高松にもやっぱり横に動くようにこうジェスチャーで指示を出していますね。中心にいるだけではなくて左右に動けというような指示。マグラーです。今高松はファーサードに逃げていくような動き、しかしそこに入っていく選手がいない。松橋が入っていく。ああここはいい読み、短いパスの交換。平川クリア、エネルソンファールです。ブラーボールのフリーキックです。サントスが上がっていく。さあそのサントスへ出す。右からは長い、中央はメルソン。もうこの3人で攻撃します。サントス、カード出ますね。倒されました。今行ったのは深谷です。深谷は先ほどイエローカードを狙っています。出ませんでしたね。出ませんでしたね。コースを塞ぎました深谷。さあレッズとしてはここでフリーキック、早いスタート。さあサントスが行くカバーします。さあ相手は3人のディフェンスになっている。吉田、ここから少しでも早くね、大分は攻めたいですね。持ち出します。ボールを持って進んでいく。高松に通らない。もっと戻ってきて受けてくれというような仕草を見せました吉田。そうですね、まあ、そろそろ大分の方も、ね、焦りも出てきていると思いますし、やはり、ね、9人相手に点が取れないのかという部分は選手たちも思ってますし、ね、あとサポーターも、ね、そういうことを気にしていると思うんですよね。ゴール前に4人の選手がいます。イエローカードです。シミュレーションです。飛び込んだ西山哲平に対するイエローカードです。でもゴール前に4人の選手がいます。西山哲平にイエローカードが出ました。後半に入って浦和のシュートは1本だけ、大分は7本放っています。サントス中央に吉田、おっと上田に戻らない。長井に対する上田のディフェンス。ボールを奪った。マグナーベス、いいボールですね。平川対応する。マグナーベスが行く。ゴール前に3人の選手が上がってくる。マグナーベスは上げられません。平川のディフェンスです。いいディフェンスですね。マグナーベスも非常にドリブル速いですけれどもね、はい、しっかりとこのステップワークも読みも良かったですよね。縦を抑えながら体入れましたね。素晴らしいディフェンスです。井原さん、はい、もう残りあと10分ほどになってきましたけれども、浦和としてはもうこのまま引き分けで終われれば、いやもうそういう、もうプランでずっと後半は戦ってると思いますよね。その中で4枚、そして中盤の2枚、またフォワードの2枚も含めた、ね、全員のディフェンスっていうのは、ね、ここまで集中力を保って運動量も多いですし、はい、完璧に崩されているシーンというのは先ほどの、ね、大分の1回ぐらいだったと思うんですよ、はい、それ以外はしっかりと守ってますよね。前線からのディフェンス、かなりね運動量も多いと思うんですけれどもね。西山が倒れました。ドド、
さあ1枚余っています、左サイド、ね、ここを使って松橋が行く、ファーサイド高松が手を挙げる、そうですね、吉田に戻す、動かし吉田いいと思うんですよね、吉田が中に入っていくが、すごいのカット、そこからね崩せないんですよね、もう一つなんですよね、そのもう一つの工夫、はい、どんな工夫がありますか。そうですね、もう少しね遠目から狙っていってもいいと思いますよね、ミドルシュートはちょっと少ないかなと、やはりああいう形になった時裏のディフェンサー4枚、そして中盤2枚は完全にバックラインに進めてから吸収されて守ってますから、はい、ペナルティーエリアの少し前のあたりというのはスペースあると思いますからね、はい、そのあたりねうまく遠目から狙っていくということもしていいと思いますけどね、高橋落とす、この先のスペースです、そうですね、あとはサイドをうまく使いながらね何度も何度もボールをね右左と展開していくと必ず空いてくると思いますけど、中に入る、うん、ここに詰めている選手がいない、西山が右サイドで余っていました、そうですね、5人のディフェンス、そして2人のボランチが必死にペナルティーエリアの中を守っています、浦和です、アルパイネネが退場になりました、ピッチ内には9人しかいません、前半の終わりから9人しかいない、逆に攻撃的な選手を入れて攻勢に出ているのは大分ですが、ゴールをこじ開けられません、高松梅田ミドルシュートがあり、相手の足に当たりました、クリアする、相手フォワードエメルソン1人ですがディフェンスは3人残っています、芝子や吉田へ早いタイミングでボールをくれという高松、吉田は降りてこいという指示、深谷が上がります、ドド、マグナーベスがもらいに行く、マグナーベス、ドド、マグナーベス、細かいパスのつなぎ、しかし中央には6人の赤いユニフォーム、そうですね、この辺りでもう1枚数的優位を作りたいんですよね、今度は右を使 う、ここで1対1の勝負、これだけだとねちょっときついんですよね、サントスがぴったりくっついていくような形、梅田通りません、今のもね内田手のアプローチ早かったですよね、それが梅田のミスを誘いましたよね、浦和もねやはりあの位置は気をつけてますよね、メルソンに対しては2キロディフェンス、松橋追いつけません、グナウベスがピッチの中央で大きな声を出して右サイドの西山あるいは梅田といったところに指示を出しています、エメルソンが倒れています、ファンボ監督は芝子屋でしょうか、芝子屋梅田あたりにもっと上がれというような指示を出しています、エメルソンが倒れています、今担架が行きます、足がつったんでしょうか、後半40分に間もなくなろうというところです、試合の残りはあと5分、0対0、9人で戦い続けている浦和、大きなレッズサポーターからの声がここで出ます、エメルソンが出ますと中は8人になります、エメルソン、あるいは長井といったところから前線からずっとプレスをかけています、エメルソン立ち上がりました、スローインは平川、梅田のカット、マグナーベス、高松が欲しがる、高松に対して坪井、マグナーベスのシュート、ペナルティーエリアの外からのシュートでした、レッツのディフェンスもねうまく寄せてましたよね、エメルソンピッチに帰っています、さあ今度はスピードを使う、エメルソンが行く、エメルソンが行く、おっと、おっとスペースに抜けた、倒された、外です、ペナルティーエリアの外という判断、深谷がディフェンスに行っていました、いたんですけれどもね、深谷にイエローカードが出ますと2枚目ということになりますが、カードは出ません、
ルーキーの深谷です。そうですね、エメルソンはね、3人いてもそこを間割って入ってきますからね。今のもね、あれは PK というシーンでしたからね。そしてこの距離ですといいキッカーがいます。そうですね、ここは狙える距離ですしね。サントス、エメルソン、ずれたような形で。そうですよね、壁にいた選手たちは見ていませんでした。よく反応しましたね。後半42分を回りました。ゴール前には永井、永井、永井が一人で行く、一人で行く、スッケータが上がる、カットした吉田、ツーボーイのカット。さあ今度はディフェンスが少ない、うん、ここもいい抑え方です。長谷部で す、 です、ね、切り替えはね、裏は人数少ないですけど早いですよ。もう坪井はディフェンスラインに戻っています、はい、そういう分で今もう後ろの4枚とそして中盤の2枚の組織を作りましたよね、はい、その組織を破れない青いユニフォーム。そうですね、さあ右を使う、中に入ってくる、ボールが浮いている、後ろからドロが行きました。ミキ、さあ高い位置です。マサシが取った、ゴール前高松、ここでね、一人でドリブル、吉田が後ろにいるんですが。そうですよね、あそこはね、やはり数的優位を作って追い越していくということもしていいかなと思うんですよね。ニアで合わせて高松、決まった、スリップしたんですよね。そこにやはり、ね、高松ね、いいところを狙って飛び込んでましたよね。これ最初にうまくそらしたのは誰ですかね。松橋でしたでしょうか。松橋ですかね。松橋ですね。松橋がそらして高松のゴール。そうですね、あそこでやはりワンタッチでうまく裏にそらしたことがあのゴールにつながりましたね、はい、さあ後半43分に大分先制、9人の浦和のその堅い守りをこじ開けました。もう残りの時間はほとんどありません。皆さん、はい、浦和としてはどうしますか。いや、やはり監督も、ね、今会いに行けという指示を出してましたけど、やはり取りに行くという姿勢を見せてますよね。今ディフェンスが今下がってきましたが、サントスが高い位置を保っていました。どうだ、左サイドで手を挙げている松橋、その松橋の前のスペースがある、平川がついてくる、スッケータが寄せていく、どうだ、ラブラーです、高松が欲しがる、高松から、どうだ、どうだ、どうだ、シュートは入らない、高松だ、高松の後ろから、どうだ、ラブラーです、絡み、いやー、ここは終わった、レッツ、エメルソン、すでにロスタイムに入っています。ロスタイムの目安は3分です。1対0、大分トリニータがリードしています。今のも大分チャンス作りましたけどもね、後ろからマグマーブス来てたんですけどもね、やっとのことで挙げた1点、守り続けてきたレッズ。エメルソン、ここプレス、高松が行く、スッケータ、エメルソン、前で永井がいます、2人で囲む、松橋、上田から吉田、さあマグナーレス、スピードがある、マグナーレスに、いや、ドドに出す、ドドに対してサントスのディフェンス戻ってきました。ロスタイムは3分、1対0大分リード、すでにロスタイムは1分経っています。吉田、なかなかレッズとしては点差のボールを持っていけません。リズムに変えました、マグナ
ですよ。高松が詰める、ドドが行く、ラグナーです。ここからシュートがあります。シュートがある、いやここも詰めます。いや今ね左サイドね松橋ですかね、はい、空いてたんですけどね、あそこ使ってほしいですよね。長い遠いですよ。ネルソン、ネルソンの左に好きなスペース、しかし4人で囲む、倒されるがファウルありません。サントスも下っていきました。長い、ネルソン、サントス、いや浦和の方もね9人ですけども最後まで攻める必要ありますよね。はい、後半ロスタイムに入っています。ロスタイムは2分が経過しています。目安は3分、あと1分。すごい落ち着かせろといったような仕草を見せています。ファンボカン監督、吉田も持って上がる、サイドでキープしたいところですが、おっと高松のボールが逃げる、キーパー続きが出てきます。エメルソンはオフサイドです。ブッフバルト監督が大きな声を上げます。エメルソン今日はディフェンスにもずっと走り回っています。そうですよね、これを置いたら取りましたから、ボールを失わないようにしっかりと。ここで試合終了、1対0、大分の初勝利です。ファンボ監督初勝利。いやーレッツの非常に激しいディフェンス、2人退場。そうですよね、まあ、その中でね、よくレッツは、ね、集中して、はい、少ない人数で守ってましたけれどもね、ようやく大分ね、なんとかこじ開けましたね、はい、いやもうレッツの選手は汗だくです。いやレッツは、ね、本当一人一人がね、2人の退場分を頑張りましたよね、はい、あれだけ人数が少なくても守れるということはね、またそしてその中でも攻める姿勢というのも失わないでやれるということを、ね、示してくれたと思いますよね、まあ、大分は苦しみましたけれども、そうです、なんとかゴールというものにつなげましたしね、高松の投入もね、監督バンボガン監督の投入当たりましたよね、はい、浦和としてはこれでリーグまだ勝ち星がないということになります。インタビューです。大分取りにいたファンボガン監督です。今シーズン初勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、勝ち点3を取った心境、今いかがですか。まあ、まず嬉しいですね、まあ、試合こういう試合難しい、なかなか難しいと思うんですけど、本当に選手スタッフみんな本当に頑張ってくれた結果だと思います。後半はサイドを使って崩そうということでしたが、それでもなかなかゴールを割れませんでした。焦りはなかったですか。はい、まあ、絶対、チャンスが来ると思ったんです。それをチャンス決めてくれた本当に大輝に本当に感謝します、はい、今日はパトリックをボランチに使うなど新しい布陣もありました。その手応えはどうでしたか。まあ少し足りない部分もあったと思うんですけど、全体的には良かったと思います。4月のスタートを白星で飾りました。浦和相手の白星です。これからシーズンまだ長いですけれども、まあそうですね、我々3月にはあんまり運がついてなかったんです。7月から運も一緒についてくるんじゃないかなと思います、はい、そうすると今日の一勝から。そうです、はい、これは今日の一勝が本当に大事ですね、はい、おめでとうございました。ファンボカン新監督の喜びの声でしたが、ここまで攻撃的にいってもなかなか点が上がらずに、失点が3試合で7点。ファンボ監督もですね、考える時間が増えましたとか、あるいはやってることは間違ってないと思うけれども、結果が出なければプロはそれでダメなんだというような、発言をしていたわけですけれども。そうですね、はい、まあ、内容的には、ね、いい試合をしながら結果が出ないときっていうのは、ね、選手たちも自信をなくしていったりするんでね、そのあたりが、ね、今日の勝利が、ね、いいきっかけになればいいかなと思います ね。 そうですね、実は大分はリーグ戦で J2 時代も含めて浦和に勝ったことがなかったんですね。内訳7敗でした。今日初めての勝利ということになります。今このサポーターから大きな声援を受けました高松選手のインタビューです。ヒーローインタビュー高松選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。
最後の最後、もう残り時間少ないところでようやくゴールが決まりました。そうですね、まあ、相手が人数少なかったんで、まあ、ホームだし、なんすかね、客のみんなも盛り上がったんで絶対点取ってやろうと思ってたんですけど、はい、ただ前半からなかなか攻めてるんだけれども最後決まらないという状況、ベンチでどう見ていましたか？そうですね、絶対もう決めてやるって試合に出てたんで、まあ本当結果出てよかったと思いますけど。まずはこれで今シーズン1ゴール目ということになりましたけれども、今シーズン何ゴールぐらいを目標に今考えていますか？いや、もうチームが勝つことが最初なんで、まああとは自分の結果がついてくればいいと思いますけど。これでまず1勝してチームとしても波に乗れるところだと思うんですが。そうですね、浦和に勝ったっていうのは大きいんで、まあこれからもっともっと優勝争いできるように頑張りたいと思います。おめでとうございました、高松選手でした。貴重なゴールを挙げました高松のインタビューでした。さあそれではハイライトをご覧いただきます。ゴール前には迫りますけれどもなかなかこち上げられませんでした。そうなんですよね。吉田のクロスに松橋が合わせて高松、まあそこで松橋がうまく先に触ってすらしたことで後ろのマークがね一瞬ずれましたよね。はい、それが高松のゴールにつながりましたね。そして高松らしい飛び込みの飛び込んでいくようなヘディング。そうですね、やはりゴール前に入るタイミングであったりそこのスペースを見つけていくその鋭さっていうのはねありましたね。まあこの試合は前半からまずアルパイが退場になり、そしてネネも退場になり、9人の浦和が本当によく粘りました。いやそうですよね、あれだけの2人のビハインドの中でのレッツの、ね、頑張りというのは本当に底力あるなって改めて感心しましたね。特にそのエメルソン、あるいは前半は田中達也、後半の途中まで田中達也ですけれども、はい、長いこの辺りの守備の意識もありましたし、はい、またね、前線から追いかけて、はいはい、守備にも貢献してまた少ない人数でもフィニッシュまでそしてゴール近くまで行ける能力ありますからね。そうですね、田中が右サイドで持ってその後、まあ、長谷部が詰めていくようなシーンもありました。 J1 の今日の試合の結果です。 F マリノス勝ちました。アントラーズ勝っています。ジュビロと清水は引き分け、名古屋サンフレッチェも引き分けです。アルディージャ勝ちました。セレッソはこれで唯一勝ち点が挙げられていないチームということになります。 FC 東京勝ちました。そして大分が浦和にギリギリのところで勝ちました。 J2 です。横浜 FC 勝ちました。山形と福岡は引き分け、ザスパ草津が初めての勝利を挙げています。エルマーレ勝ちました。サンガも勝っています。コンサドーレと水戸ホーリーホックは明日試合が行われます。この後9時10分からは速報 J リーグ、明日はガンバとフロンターレの試合を午後3時から BS1 でお伝えします。井原さん、はい、次の試合に向けて浦和なんですか？そうですね、まあはい、まだまだ第3節の終了ですから浦和は次ホームですからね。とにかく、まあ、アルパイとネネの分も代わりの選手がしっかりと活躍して頑張ってほしいなと思います。まだまだこれからですね。逆に、まあ、坪井のいいディフェンスも見られましたもんね。そうですね、本当に今日は組織だったいいディフェンスをみんなで頑張ってくれてたと思いますからね、次につながると思いますけれどもね。レッツは井原さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。 J リーグ J1 第3節、大分が浦和を破っています。